地域応援車両完成披露式。新型コースターって銀行の ATM とか載せれるんですかねっていう話をしてた。それいい、年野さん の生前の言葉で言うと、それいいじゃんという言葉ですね、果たしたということで、まあ、これはこの2月に残念ながらご逝去された星野哲夫さんには、私も約束が果たしたかなということで、大変今思いが、あるわけでございます。地域応援車両で、岐阜県並びに地域がやはり、活性化し、助けられ、喜ばれるということに我々も参加させていただいたことに大変、感謝しております。どうぞお引きください。逆にこれだけないと発電機が上がったので。